10時となりましたので、お国がで2014、我が国お国が真の治水を求めて、その2日目をこれから開催したいと思います。それでは初め、我が、清流を守る会共同代表の一人、高桑より開会のご挨拶をお願いします。どうしますか。おめでとうございます。今日だいぶ寒くて、小上町は昔から恋愛が多かった地域でございます。それを思い起こさせるような冷たい雨が降っていますけども、今日一日我々もデッキでなんとか暖房を止めるような機能をお願いしたいなと思います。昨日は100名前後の参加者をいただきまして、先生方から非常に貴重な指摘をいただきながら提出をいたしました。改めて小国川のダムの問題点が浮き彫りになったと思います。今日は小国川ダムの問題点に絞って、いかにすればダムを止められるかということに絞ってご指摘やらご議論をお願いしたいと思います。今日一日お願いします。現地調査もありますので、ぜひ参加お願いします。よろしく、世界がよろしくお願いします。それでは、昨日に引き続きまして、今日ご参加いただいてます、全国からですね、これだけの先生方集まることはなかなか珍しいんですけれども、今日おいでいただきました。それでは早速皆様のご紹介をしたいと思います。まずはじめに京都大学名誉教授今本博隆先生、新潟大学名誉教授大隈隆先生、資源開発問題全国連絡会共同代表の柴津先生、明治学院大学教授熊本和樹先生、北里大学教授朝日田先生、今日も先生方に、午前午後を通じてですね、さまざまな形でプレゼンテーションですとかコメントをいただきながら進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申します。今日のプログラムですけれども、若干このプログラムをご覧いただきたいと思います。この後すぐに、基調報告として、ダムによらない治水は交換性できるということで、プレゼンテーションを行います。それから、現地調査を11時から行います。そして昼食を挟みまして、午後に環境の影響について、またアナーキダムとアナーキダムについて、ご覧ですね、トークの1は環境影響を基本に進めていきます。若干期待しているものとちょっと異なるかと思いますけれども、トークが続き、そして最終セッションを、3時ぐらいから行いまして、4時終了ということでございます。どうぞよろしくお願いします。それでは初めのセッションに入りたいと思います。先生方ありがとうございます。あの方にお座りいただいてご覧いただきたいと思います。それでは我が国お国川の清流を守る会、の幹事で、あります。そして、今裁判を戦っているんですけれども、その原告の事務局長であります瀬野から、このダムによらない治水はこう完成できる、裁判の争点ですとか、また最近になって明らかになったことなどが、ありますので、そのあたりについてしっかりと報告をさせていただきます。お願いします。皆さんおはようございます。ご紹介をいただきます。
した清涼感を感じをしておりますし、中日都市の原告団の副局長をしております清涼です。ちょっとよろしくお願いいたします。私の方からはごく簡単に、今この最上大海川の争点、どんな争点になっているか、その組み立て、それとのそれぞれのいろんないくつかの争点がありますけれども、それぞれの関連について、簡単で1枚のペーパー、今日になってお渡ししておりますが、これ1枚のペーパーあるので、これに専用しておきましたので、これで、ね、まずのここでのどういう何がどういう争点になっているか全体像をぜひご理解をいただきたいということで、こういうペーパーにまとめてみました。内容に入ります。左の一番隅に、最上大海川がしばしば水害が起こっているというのが出発点であります。当然のこと、水害があるから運転者が起こるんだということになるわけですけれども、まずしばしば水害が起こっているという主張、県側の主張に対して、なぜというところがその下の方に出て、どこでその水害が一番起こっているんですかという問題ですね。県の主張は赤倉地区、ここの後でご覧いただきます、この赤倉温泉地区だけでなくて下流側でも起こっていますという主張、それに対して私たちが一番言ったのは、一番深刻な水害が起こっているのはこの赤倉地区だけで、下流側の水害はダムでは防げないよという指摘をしています。で、水害の原因は何かということが次の問題になります。それで、県側が言っているのは、主張は 県の主張は水害の原因は川幅の狭いこと、それからカーブの内側にサリキンが堆積をしたこと、この2つだと、こういう言い方ですけれども、私たちが主張しているところでは、赤倉地区の水害の多くは内水被害であるということで、県が示した水害の写真のここに書いてありますけど、ちょっと今日は何回も申したんで、今日後で出てくるかと思いますけれども、平成18年12月の出水の時の写真がインチキだというなどですね、その他後でもご覧いただきますけれども、温泉街の中心部に石がある、コンクリートの固定石があるということが、そのことによって過小が高くなっている、それが水害の原因だということ、それから川幅は人為的に狭められたものだという指標であります。まず大きな争点としてはここにあります。それに対して県は何を一番最初に打ち出したかというと、県の対応は長引きだというふうに、これは結果で言わせれば、そういうふうに決めつけてる、あんた方は決めつけてると言ってますけども、それは私たちは根拠のある話でそう言ってるわけでして、今日は最初に何言ったかというと、真ん中の県の対応のところのすぐ下に、昭和63年の湖南高地で椿山荘という、これは旅館の名前です、もう今は廃業してありません、椿山荘の源泉が破壊をされ、多額の保証金を払った、いくらだったと思います？6000万円です。大変なことですね。一軒の旅館の源泉が破壊された、つまりお湯がぬるくなっただけの話です。ですから、したがって過小を掘削することで温泉流出系を壊すなど、源泉を破壊する恐れがある、だから稼働回避はできない、だからダムしかないというのが県の主張であります。そして、県がそれに対応する形で何を言ってるかというと、源泉破壊の危険性を避けながら稼働開始を行うためには、稼働を拡幅するしかない、橋を掘削しないで横に広げるしかない、または、逆に横に広げないとすれば、築堤をして十分堤防の高さ、かさ上げをして、それでも足りない部分については、水害が起こる周辺の河岸の地盤をかさ上げするしかない。ちょうど今津波対策で、三陸のいくつかのところでやっているように、地盤そのものをかさ上げするしかない、とんでもない計画を立ててきているわけです。そして自分たちでそういうふうに対応を出してきておきながら、ここの対策は温泉街を壊滅させるのでできませんという、できないことを承知の上でこういうふうにしている、つまりその前提としてあくまでも稼働掘削はできないという、昭和63年自分たちがやった湖南工事で被害を受けたとする中身であります。これに対する反論は後で詳しく申し上げます。それで、県としては4つの比較案、ダム案と稼働開始案、それに防水路案、それから遊水地を設ける、この4つの案について、比較をして、工事期間ですね、それから工事費、その他社会的な影響、環境
化についてラムランがダントツにいいんだということでラムランを推進をしているという形になっています。これに対して私たちはどういうふうに反応しているか。一つは、私たちは稼働開始は可能だという主張でありますけれども、まず最初に県が前提条件として持ち出した赤倉温泉、稼働開始は温泉の湧出を源泉を破壊する恐れがある。これに対するやっぱりここのところを潰さなければいけないということで、これについても後で詳しく昨日も説明あったと思いますけれども、赤倉温泉の湧出メガニズムからして、過小掘削で源泉が破壊されることはありえないということ、それから最近新しく県側が出してきた裁判の中で出してきた証拠書類の中に、実は、この椿山荘という温泉旅館の源泉の温度が10度も下がった、実は下がったのは工事から 1年後だったということが分かります。これをずっと今まで県は隠してきたんですね。それで6000万円も払った、一体どういう力関係が働いたんだろうという非常に疑問になるところである。しかもその源泉は、その期間はいつどのように回復したかは分かりませんけれども、数年経って昭和53年の事件の話ですから、それが大体平成に入って、4年から5年頃のデータを見ると、温度もそれから湧出量も元の状態に戻っているというデータも、県の資料の中から出てきました。そういう意味でこの昭和53年の不満防止で沿線が破壊されたというのはどうだ、虚構の事実だということが今判断裁判の中で一番大きな争点になっています。したがって私たちとしては赤倉温泉の稼働改修を行うためには次のような対策が必要だということで、実は川底に2箇所自然に湧出している場所があります。そこのところはグラウンドできちっと止めるということ、それからかなりある2つの岩風呂についての対策も対案を示しながら、こういうふうにすれば稼働開始はできるということを示しています。その上で、基本高水量が340トン、これについても課題だと思いますけれども、あえてここは争わない。340トンもおそらくこれで50分の1だそうですけれども、ちょっと少し大きすぎる、せいぜい240、50トンがいいところではないかと私たちは思っておりますけれども、あえてここは争わずに、340トンを流せるように箇所を掘削して、そして余裕高な部分だけパラベットを作る、パラベットは 0.8 メートルです、ここの流量から言うと、まあ、そういうことが一つ、そういう案を示し、それによるべきだということで、これはあくまでももう私たちは正論だと思っていて、あくまでもダムに関わる代替案ではないと思っております。それで、稼働開始の優位性についてこれだけでは不十分だということで、管理費やコストの計算もしました。それで弾丸よりも必ず安くなるということですね。それから稼働開始について下流から順番にやるということで、この県の4つの比較案のところに、弾丸は工期が5年に対して、稼働開始案は工期が74年、これも何回も私たちが論破したにもかかわらず繰り返し言ってくるんですね。県は下流からやらなきゃいけない、下流からやらなきゃいけない、そこに100円繰り返すかなとか、まさにそれを地でいくような話であります。で、ここの場合、具体的な事実で言えば、赤倉市、この地区を先行して稼働を回収しても、下流の水害が大きくなるということは全然ないんです。それは、県が出してきた資料の中からずっと拾っていくと、すぐそれは分かるという状態になっています。その他、稼働回収の優位性については、先ほど言った内水被害をすぐ防ぐことができるということ、それから非常に見ていただくと分かりますけれども、積み上げていただける湖岸で、温泉と温泉街と清流湖岸の海側、非常にマッチしないんですよね、すまん、もういいところで、違うような形になっている、これを稼働、きれいに整備をすることで、稼働開始をやることで、温泉街の景観改善や、温泉街の発展にも役に立つんだということで、私たちの反応を組み立てているところであります。それで、今、住民訴訟も、もう1年半ぐらいになりましたけれども、なかなか裁判の方は
んでいません。ただ非常に良かったことは、去年の11月に、裁判官が現地視察を丸1日かけてやってくれました。これはね、私たちの監督のこの裁判官真面目だなと思ったんです。やっぱり現地を見てもらわないとダメですね。全然ダメです。だいぶ想定を正確に理解するようになりました、裁判官はですね。それでも、今住民訴訟、このペーパーの一番右側のはずですけれども、何が一番問題になっているかというと、ダムを作るか稼働開始をするかは知事の裁量権だ。裁量権って難しいですけど、知事も勝手でしょうということなんで、簡単に今いや違う、そこで、裁判的には何が問題になるかというと、知事の裁量権からの明らかな逸脱があるということを立証しなさい、こういうことになる、ここの論点になる。だから今私たちはどういうふうにいくかというと、嘘の事実で政策判断をしたではないか、禁断層の影響があるのか、それから過小評価した禁断層の事件のを持ち出したり、それから温泉街が破壊されるだろう、それからですね、コストが稼働開始よりもダムの方が安くなるなどという主張だとか、それから工期だとか、工事期間ですね、工事期間の嘘だとか、それからダムが詰まるかどうかという問題があるんですけれども、これを水利模型実験、例によって水利模型実験を出してるんですけども、これがインチキだと、まあ、今日は詳細に入りませんけれども、そういったことをだとかを出して、虚偽の事実で政策判断をしているという点で、知事の裁量権からの逸脱だという論法を組み立てていかないといこうかなということで、今後の裁判の進め方です。ただ今後の裁判として今まだ足りないですねと言われているのは、裁判長からも指摘をされているし、私どもの弁護士さんからも言われているのは、温泉流出対策についてもっと分かりやすく話してほしいということ、それから内水対策の問題点、内水対策の稼働回収をすることによって、内水被害を防ぐことができるんだということを、もっと分かりやすく説明してくださいということ、それからダムの穴開けダムですね、ダムと言って書いてしまいましたけれども、穴開けダムの構造的な批判欠陥についての立証、それから環境影響、ここが一番難しいところだなというふうに思っておりますけれども、穴開けダムによってどんな環境への悪影響があるか、社会的な影響はどうなるのかということについて、もっと補充してください、もっと意見を出してくださいというふうに、言われているところであります。そういう意味では最後のところで穴開けダムの危険性について、いくつかいつも僕は言われているところでありますけれども、どんなふうに方針をして深めていくかということが、私の今の課題になっております。常用洪水の影響、いわゆる穴がですね、閉塞するという問題については、これはほとんどだいぶ疑問のないところでありますけれども、水質問題ですね、水質悪化への影響がある、県側はないという、あるという側もないという側も、今一つ危機に欠けているなというふうに私どもは感じております。そういう意味で、ダム湖に自分からの有機物が堆積することによって水質が悪化するんだということについて、もうちょっと論証をしていきたいということです。その他、河川環境への悪影響についてももうちょっと整理をする必要があるなというふうに考えているところであります。まだまだ結局アナーキダムの環境への影響について正面からこういう論争した事例というのはほとんどないということもあって、このところで今後一層私たちの調査と研究を深めながら裁判闘争を戦っていきたい。そして何よりも大事なことは、どうやってダムを止めるかといったら、やっぱり県民側の住民の皆さんの世論なわけですね。こうした事実関係をきちっと分かってもらうということが非常に大事なんだろうと思います。先日あるジャーナリストの方と話をしていたら、あなたの話はマニアックすぎて記事にできないと言われたことがあります。つまり分からない、記事にできない、やっぱりそう言われるとそうかもしれません。弁護士さんからも非常に言われていることは、裁判官は素人だと思えと、素人が分かるように言ってくれ、
説明をしている。ということは同時に住民の皆さんにも同じことが言えるので、住民の皆さんにも分かるような説明をしようということで、当に、毎回裁判官な弁護団の会議のたびに、言われて、非常に意地悪な質問をされて、こっちの担当することもあるんですが、そういう意味では、私たちはもっと、ここ非常にある意味でマニアックな問題ではありますけれども、本当に地域の住民の皆さんに、市民の皆さんに分かっていただく、そういう努力を大いにこれからもやっていきたいということで、引き続き皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。あと、次に川口先生から、温泉問題、中断層の問題がどういうことだったのかということについて、説明をしていただきます。どうも、以上で終わります。ありがとうございます。それでは引き続きまして、川口先生お願いします。はい、今日、金山村の、具体的な話をと、それから先ほど、裁判長の方からですね、温泉の、に影響を与えない工事をどうすればいいかという話、ちょっと突っ込めという話だったんですけども、なかなかうまくしゃべれるかどうかは分かりませんが、やりたいと思います。はい、それでですね、この赤倉、温泉のですね、ところでこの河川改修が必要だということで、これは上流から、下流というふうに流れているわけですけども、そもそもですね、米軍の地図を見るとですね、こういうとちょうどですね、上流から、上流からですね、ちょっと温泉に影響を与えないって書いてあるところの、ところから、川がぐっと、曲がってます。で、明らかにこの曲がりは、人為的に不自然な曲がりで、ここは大きな面になってですね、でその後、本来の川、米軍の、ちょうど、キャサリン大学の後ですね、22年のに撮られた写真ではですね、稼働は、ここまで広くあったわけです。全然違いますね。はい。ここまで、あったわけです。で、その後、人が入ってきて、だから、ただというのはですね、基本的には、今、この辺に建っている、建物、あるいはここっていうのはですね、自然状態では、川だったところです。で、それを、大正年間にですね、こちら側に人が入ってきて、川の中に家を建てた、それからここも、建てたということで、人為的な狭窄部ができているということになります。で、ここにですね、この写真で言えば、こういう方向のですね、断層が、この辺りと、それからここに2本、明瞭な、割れ目帯があってですね、そこから温泉が流出しているということになります。で、 ですから、こういう、流出経路のところに、いじくるとですね、その部分からお湯が出てくるということ、温泉が、出てくるということになってですね、それよりも高いところにある温泉に影響が出るということになります。で、そういうことでですね、県は温泉に影響が出るから箇所はいじくれないんだということを、ずっと主張してきたわけですけれども、その、最大の、根拠として挙げているのがこの金山層事件ということです。で、この事件は本当なのかということですね。はい。それでですね、位置関係を見ますと、これが温泉街の中の橋です。赤い橋です。から、ここが、関になります。で、山王城があって、安倍旅館があるんです。金山層どこかというと、これが金山層であります。で、金山層の源泉はですね、この辺りに実際にはあります。で、ここで温泉、
昭和60年の時にですね、花椒の、を掘削して温泉が出たというのが、ここになります。で、この工事のあと、金山層で、水量ではなくて湯量が下がった、湯温が下がったというのがですね、あります。で、三之城、それからアベルカンでは温泉が、出なくなったということなわけですね。まあそういうことでありますが、対岸の、ここで、水温が下がったという、まあ、そういう、クレームがあったわけです。で、そうですね、実際調査してみますとですね、これが川です。これが、川で、これがアベル館の、温泉です。それから湯船ですね。それからこれが三之城の湯船です。で、実際に、どこから、どこの工事をしたら、温泉に影響があったかということですが、ここの部分ですね、ここの工事をやったときに、ここから60数度の温泉が出て、太陽が出てですね、この旅館に影響があった。それから、もう一つの方の、金山層の気温が下がったというのが大体、この辺りの位置になりますけれども、それでですね、詳しくこれは県の調査、県と、まあ、この私も含めてやった調査ですけれども、ここの温泉の割れ目の分布を示している図が、これです。で、ちょっとあの図が暗くて分かりにくいと思いますが、赤い印が、割れ目から温泉が湧いている、場所を示しております。で、割れ目の方向というのはですね、まあ、この辺だとこういう方向の割れ目が多いですね。それから、三之城のところ、まあ、これ全部三之城なんですけども、三之城のところではこういう方向の割れ目、それからこういう方向の割れ目が、卓越していることが分かります。それから阿部旅館ではこういう方向の割れ目、それから、こういう方向の割れ目ですから、堤防基準にすると堤防よりもやや、右側に向かう方向のこういう割れ目とですね、それから堤防に並行する、割れ目があることが分かります。それから花椒の中も同様です。花椒の中ではまあ、おそらくここに一つあったんだと思いますけども、花椒に直行する割れ目、ちょっとここにもあるんですけども、それと平行する、花椒というか岸に平行する方向の割れ目ですね、こういう方向のこういう方向の割れ目と、それからこういう方向の割れ目であるわけです。それで、ちょっとあの図の用意が悪くて申し訳ないですけども、こういう金山層と割れ目との関係、あるいはあの実際に事故があった場所、温泉が工事で、流出した場所、その、位置関係をですね、再度あの平面図の方で見てみますと、こう割れ目自体はこういう方向の割れ目である。で、まあ、それとこういう方向の割れ目である。で、ここで、こういう割れ目があってですね、まあ、それに直行する割れ目、まあ、近接しているところのこの2つの温泉に影響が、直接温泉が出なくなったという、ことは、それは当然理解できることです。しかしここにある、ここちょっと一番ここになるんですけども、ここにある温泉に本当に影響するのかどうかということはですね、まあ、温泉この割れ目がですね、どうもこちらの方、この金山層に伸びるような割れとはですね、どうも考えられないわけです。だから、こちらに、まあ、もしここに温泉があれば、泉源があればですね、この泉源に影響することは十分考えられます。ところがそれから、離れたですね、ここに、おそらくこういう方向の割れ目があるんだろうと思うんですけども、その割れ目に
直接的に影響するということは論理的には考えられません。それでですから、ここの工事がですね、この、工事、ここの温泉に影響を与えたということは直接的にはですね、地質的な状況から言えば、考えられにくいわけです。むしろ、本当に影響があったというならばですね、ちゃんと地質調査をしてここの我々がここにつながっていることを立証しなければですね、そういうことは言えないはずです。で、裁判の中でですね、県が、いろいろ資料を出してきます。膨大な資料を出してきますけども、まあ、その分析をしてみますと、精査してみますと、金山層の、ところの油温の調査がですね、昭和51年から、まあ、飛び飛びですけども昭和14年までデータを毎年2回取っていることが分かっています。それで、金山層の、工事はですね、ここの、昭和63年のですね、11月の19日に、お湯が古くなったというクレームがここで起こりますが、この時大体40度ぐらいでしたね、はい、に下がったんだという話です。ところがですね、データを見てみますと、例えば上からいくと48、46、47、45、46、46、48、47、その次この赤でかかっているところは 41.9 というデータが出てきます。それから、その次に46度がですね、42度、42度というですね、こういう低いデータが過去にも記録されている。ですから全体的に見ればですね、誤差の範囲40度になるというのはですね、これは、定常的なですね、変化の中での範囲の中に入ってしまうと、そういうことが言えるわけです。で、まあ、工事を中断してですね、それから、回収、その工事突出事故の場所を、修理しますけれども、その後11月の19日に、クレームがあってですね、でその後、修理をして、21日に、継続あります。それから24日も継続しています。その時に46度に戻っています。46度に戻っています。ですから、クレームがあった後、2日後には元に戻っている、そういう事実があるわけです。それから、翌月12月もですね、42度から40度というですね、そういう温度で推移しているわけです。ですからクレームの後測ったら46度だったということは重要な点で、その後も、40度を超えている温度が出ていると。で、いつその県が問題にしている、大きく、まあ、下がったということの主張をしているのはですね、実は平成元年、それから、1年半後のですね、約2年後の2年ですかね、はい、2年後じゃないですね、60、1年後ですね、はい、平成元年にですね、下がったということに対して、いろいろなんとか、回復しようという、投資をしております。で、最初はボーリングの、その温泉、金山層のボーリングの穴をですね、洗浄するという工事をしています。で、その後、さらにですね、それでも温度は 41.5 度だったので、その後、再度、どういうことをやったかというと、ボーリングをさらに、やってですね、もともとの穴を広げるという工事をしています。そもそも、こういう工事ができるということはですね、ちょっと信じられないわけですね。なんでかというと、ボーリングの穴というのはですね、ボーリング、ガリ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 と掘った後ですね、
ケ、ハイケーシングといってですね、水を、取る場所にそのスノコ状の、パイなんだスノコ状のパイプを入れてですね、でさらにその上は、全部転換で、遮水するわけです。でその掘った穴と、鉄管との間を、セメントを埋めてですね、完全に、止水をするわけです。ですからその穴を広げるっていうのはですね、そういう、造作をですね全部取り去らないとできないんで、普通は、そういう取り去る工事をやるよりは新たにもう一本掘るというのが、原則です。ですから、まあ、3.11 の時にですね、山形で、何か所かで温泉が出なくなりました。でその原因がですね、パイプが潰れてしまったとかいろいろありますけども、もちろんですねそれを、回復するためにはですね、新たにもう一本温泉を掘り直しています。例えば、有名なところでは柳川温泉とかですね、それから、中山町の、ゆらですかね、はい、ひまわり温泉なんかは新たに、そうか、ひまわり温泉の場合には、たまたま使ってなかった井戸を、洗浄して使ったんですね、はい、なので、普通はですね、新しく、温泉を掘り直すわけです。ところがこの工法の場合にはですね、穴を広げるという工事をしています。拡大しているのがここですね、はい、でその時にですね、それ以降ガクッと水温が下がってしまった。ところが後で、平成元年の時にですね、33度、38度とかですね、そういう温度までガクッと下がってしまって、しまったということになっています。で、平成14年飛んでですね、もう廃業してるんで、観測する必要ないわけですけども、平成14年に、その温泉影響調査、ダム温泉影響調査の時に測った時は 44.7 度まで回復していたという事実が記載されて、県の資料から、記載されております。でこれはですね、当時の2回ですね、温度を測ってるんですけども、こっちがこれ工事する前、広げる前ですよね。あ、広げた、こっちも、あ、どっちもね、はい、広げた後なんですけど、すいません、2回測っているわけですけども、2月の16日、11月の10日にですね、測っている温度ですが、すごい極めて異常な値が、出ています。色をつけてしまったので、すいませんけれども、最初ですね、半年を空けて測った、9ヶ月間の、時間差があるんですけども、最初ですね、ここ、震度4メートルの2メートルのところからですね、 31.0、4メートルで 33.5 なんですけども、ずっと上がっていきます。それで16メートルのところで9.何度まで、6度まで上がってますが、18、19のところで、33.5度、34.4度という温度まで下がっています。それから23、24メートルのところで 39.5 度、25メートルで40度まで下がっていますから、それ下がっていますが、それから、38.5、35.9、一番測った時の一番深いところ 35.3 度まで、 35.3 度まで温度が下がっています。ちょっとグラフに書けばよかったんですけども、申し訳ありませんが、こういうことはですね、例えばそのどこから温泉を取るかということを、ボーリングを掘ってですね、で一番暑いところから、たくさん量が取れるところ、しかも暑いところから、しか取らないようにするのが普通です。ですからさっきも言った、ケーシングというパイプを入れて、それから次に、取らないところから、には、鉄管を入れてですね、コンクリートで蓋をする、
周りを埋める、それからまたケーシングをしてということで、まあ、この場合だったら、おそらく22メートルから24メートルのところにケーシング、25メートルのところにケーシングを入れればいいんですけども、なんか非常におかしなことになって、そういうことをどうもしてないんじゃないかということになります。で、これ広げた後でそういう感じですけども、それからその後ですね、11月になると30度を超えるところがなくなっています。で、一番上、例えば、もともと39度だったところの温度が21度です。9メートル、10メートルのところのやつは21度しかありません。それ以上上は、もう、てっぺんから、てっぺんが 15.4 度ですけども、それからもう徐々に下がっていくと、こういう値を示しています。で、下までずっとそうですね、はい、直線的に下がっていくという、こういうおかしなことになっています。これは何かというとですね、これはボーリングの、中にですね、ボーリング掘った穴の周りをきちっと、遮水をせずにですね、そのまま、川の水とか、段丘の水がですね、落ち込んで、それで、回ってきていると、パイプの中に入ってきている状況を表しているとしか読めません。これが県が実際に工事をやって、その温泉を回復するためにやった工事の結果がこれであります。異常です。極めて異常の、結果で、普通の温泉工事では絶対にありえない、中身であります。多分水がダザッとその井戸の中に落ちてってですね、川の水あるいは段丘の水が落ちてって、まあ、そこでこういうことを温泉を薄めている、極めて薄く薄めているということが、分かります。で、まあ徐々に、それから、多分洪水が来たりですね、大雨が来たりすると多分こういうことが発生するんではないかと。で、あれがなくなればですね、まあ渇水状態になれば、川が渇水状態になれば温泉は回復するんだろうと思うんですけども、そういう、変化を多分この温泉は井戸がやってるんじゃないかというふうに思います。ですから県が、河川工事をしたからではなくて、県がデタラメなと言っていいと思いますけども、通常ありえないような温泉、ボーリングの工事をした結果、デタラメなまあそういう川の水の影響を、地表の水のですね、影響を大きく受けるようなですね、そういう結果を招いているということであって、決して、河川改修によってですね、温泉に影響が出たということではありえないんだということを示していると思います。で、まあ、はい、そんなことでですね、まあ、昨日もありましたけども、こういうですね、県は物理探査、電気探査をしていますけども、まあ、さっきの事故の場所で、こういう場所ですけども、こんな感じであります。で、それで、まあ、これ、まあ、見方はちょっと、あれなんですけども、赤いところっていうのはですね、なんていうんですかね、電気の、通りやすいところと見てもらったら、いいと思いますけども、まあ、そんなことで、破傷の土砂っていうのはこんな感じで溜まってますよということが読み取れます。で、ここは上流の、温泉街の、橋ですね、はい、それから、ここが、堰です。で、こちらは下流の橋ですけども、まあ、こんな感じでですね、両岸、向こうが北側の、右岸側、こっちが南側の左岸側を書いています。まあ、こんな感じでですね、ありますが、問題のところは、まあ、確かに温泉街のところはもともと阿部旅館とか金山荘の周りというのは、まあ、岩盤は高めであることが分かりますけども、それから下流側、堰までの間というのはですね、もともと川は多分、あちこち行ったりですね、あるいは渦ができてですね、そこだけ
先屈されるという、現象が起こるので、まあ、こういうことになっているんだろうと思うんですけども、ここのところ、関の下流側、上流側との間で、まあ、明らかに関を境にして、フラットに、海水物が溜まっているということが分かります。ですから、まあ、ちょっとこの辺り、やっぱり高いのは事実ですけども、まあ、この部分、実際に、先屈、実際に掘削が必要になってくると思いますけども、人工的にこの部分は高くなっていることが分かると思います。まあ、この堰ですね、コンクリート堰があって、まあ、そのところでですね、こう上流、こちらが下流で上流ですけども、堰のところで厚く、過小に堆積物が溜まっているという、まあ、目で見たら分かるわけですけども、地面としては本来はこうであったか。ただ問題はですね、この堰、まあ、地表では、こういう、一番高いところで2メートルぐらい、出ていますけども、地下もですね、岩盤をちょっとこの図分かりにくいですので、ここからここまで約、2メートルぐらい掘り込んでですね、この堰が、作られているのがこの図から分かると思います。まあ、ですから、まあ、県は岩盤には手をつけられないけども、過去にはこういうことをやっている。それから、まあ、それでも温泉街には何の影響もなかったわけですね。これは何でかというと、当たり前でと言ったらいいと思いますけど、この辺に岩盤が出てますけども、ここには割れがありません。割れがないということは、そこからは温泉が出ないということなわけですね。ですから、そういうところをいじくってもいいわけです。問題は温泉の、流出する割れがそのものに手をつけると影響が出る。これは地名の、ことなわけです。それは誰、専門家、あるいはちょっと知っている人が、見ればですね、すぐ分かる話ですね。ですから全体的にいじくったらダメだということではなくて、割れ目、温泉が実際に流出している割れ目、これは県の調査の報告書に出てますけども、ですね、これですね、ちょっと見にくいですけども、こういう割れ目そのものを、なんとかして、まあ、直接いじくったままにしてしまうと、まあ、ダメだということなわけです。まあ、こういう方向の割れ目というのはですね、この辺地域全体で見ると、こういう方向の断層帯の、実態を示しているものです。で、温泉というのはこういう、割れ目を通ってですね、地下を入って、ここに一番低いところに割れ、湧き出てくる。ですから、この温泉メカニズム自体がですね、過小をいじくったところで何の影響もないわけです。こういうところにいじくってもですね、ここをいじくってもですね、この割れ目系全体の、赤倉温泉の、流出メカニズムには全く影響しない。ただ、どこで湧き出てくるかということについては、これは配慮が必要なわけです。一番出やすいところで、温泉は出たがるわけです。で、まあ、これさっき出たような割れ目ですから、で、こういう靴だか割れ目だってもですね、塞がっている割れ目からは温泉が出てきません。で、割れ目にちょっと開口している 0.5 ミリ、1ミリ開口しているところからこう温泉が出てくる。で、この赤いマークがつけてあるところがそういう割れ目のあるところです。ですから、こういう割れ目、開いていない割れ目のところをですね、きちっと、遮水すればですね、まあ、具体的にはグラウトグラウト、あるいはグラウチングという言われているやつですね、セメントミルク、実際には、水性エポキシとかですね、あ、水性ウレタンですね、水性ウレタンなんかを注入すると、止まります。まあ、そういうことをやればですね、問題がなくなるわけです。ですから、箇所を下げても、そういう割れ目からの流出は、グラウチングをすれば止まるということ。もう一つ、その赤倉温泉のところで大きな、温泉の、供給量になっているのがですね、まあ、そういう岩盤の、ところの割れ目とですね、水と
が混じった、40度ちょいのですね、お湯が、安倍旅館だけにはですね、そういう、42、3度ぐらいのですね、お湯がかなり大量に入ってくる場所があります。山の城は、関係あります。安倍旅館だけにそういうメカニズムがあります。でそれはですね、実際には、こういうパイプを通して、これは川側ですけども、それからこういう温泉側にもですね、こういう塩ビパイプを通して流れ込んできています。ですが、どこから出てくる、このパイプはどこから出てくるかというと、この温泉の、湯船とですね同じ高さに、向こうに仮称があるんですけども、で、まあ、実際にはここが、仮称の高さです。で、堤防の、これは堤防の一部と言っていいと思いますけども、堤防の中からこういうパイプが仮称と、この湯船側に入ってきている、まあ、そういうことなわけです。で、こういうパイプですね、はい、もうお湯が現在、こちら、お風呂を掃除するために下げたらですね、そういうお湯がじゃじゃっと流れてきている状態です。で、まあ、この40度のお湯っていうのはですね、まあ、温泉の岩盤から湧き出てくる温度は63度、それからお湯が 40度ですから、冷たい20度の水を混ぜればですね、氷量で混ぜれば、まあ、大体40度になりますよということになるわけですね。ですから、温泉水 100% の温泉水、63度と20度の温泉水の等量、ブレンドで、実際にパイプから出てくるというのが作られていることが分かります。ですからそういう、人工的ですがに作られている40度のお湯を、出すメカニズムを、実際にですね、箇所を下げるとなくなってしまうので、川から実際に入ってきてですね、その20度の多いというのは、それは、楽天トラベルの、口コミ情報なんかで、今日は川の水が濁ったので、お湯、温泉には入れませんでしたというのが、以前上がってましたから、川の水がやっぱり20度の水の、原因であるということは明らかなわけです。で、実際に箇所を下げると、そういう水が入ってきませんから、40度プラス、あ、63度プラス0度で、水の量も、異様が高い、温度の、そういう、温泉しか湯船には入ってこなくなると。それは困るわけですよね。それで、昔どうしてたか、これは、1934年よりも以前の写真です。これは三之城に、現在も、ある写真ですけども、ここに堰を作っています。この堰を作って、かさ上げしてですね、堰を作ってかさ上げして、まあ、この程度で良かったわけですけども、これ三之城の湯船、ね、昨日、三之城に泊まられた方は岩風呂に入りましたけども、あの場所がここにあります。はい、で、仮称に、家屋を重ねて屋根を建物を建ててですね、仮称に建てて屋根ができています。でこちらが隣のですね、安倍旅館の岩風呂が建設直前の写真ですね。建設中と言ってもいいかもしれませんけども、これが安倍旅館の、あれですね、ここに、老眼が見えます。ここに老眼が見えます。赤い丸のところに老眼が見えます。で、それがここに現実実際にあります。風呂の中で見えているのはこれです。はい、ですから、アベルパンの岩風呂も、サルド城と同様に川の中に、建物が建っているということがよくわかります。で、実際ですね、堤防を挟んだ安倍旅館ですね、安倍旅館の湯船と仮称岩との関係はこういう関係なんですね。堤防があって、写真で写ってたのはこういうところですけども、仮称岩と、もともと仮称岩のところに、
ちょっと掘り下げて湯船を作っている、それから堤防を作って、この堤防の中でどうも、岩盤からできて出ているは岩風呂と温泉とですね、水が混じっていると、で両岸に出ている、まあ、そういう、ことになっているんですね。で、岩盤の割れ目、こう地下から上がっていきます。それが、まあ、そこそこっとこういうところとかこういうところに出てますけど、ここが一番、堤防の下のところが一番活発に出ているようですけども、まあ、そこから、パイプが出ていてですね、両岸に流れている。それだけでは63分ですから、実際には川の水とのブレンドになっているということなわけです。川の水が堤防の中に入っていてですね、それが、岩風呂とのブレンドになっていると。岩風呂というか、その岩盤から出てくる温泉とのブレンドになって両側に出ているというのが、実態なわけです。ですから、川を下げるとですね、川の水水位が下がると、まあ、こっちの水圧が、こっち割れ目の温泉から見ればですね、こっちの方が水圧が、高い、こっちは水圧がないのでですね、温泉の水はですね、割れ目の水はここから出てしまうわけです。こっちはあまり出なくなるんですね。はい。だから、まあ、そんなことで、ここのブレンド水もですね、当然、こっちに、ここは水圧で押されてますから、水圧のないこっちにジャジャッと出てくるということで、川の水を下げれば、温泉は当然影響出るというのは、これは当たり前のことなわけです。パスカル原理で。まあ、ですから、この割れ目の水、ですから、実際、まあ、これは40度のお湯の方ですし、こっちは岩盤の割れ目ですけども、ここから漏れなくしてやればいいわけですね。この割れ目から、これが川の水を下げてもですね、ここからこの割れ目から出なくなるようにすればいいわけです。ですからここをグラウチングする、割れ目自体をグラウチングするということをやればいいわけですね。それから、この川の水を、下がってもですね、こっちからジャジャッと出ないように、まあ、こう止めてしまえばいいと、それだけのことなわけです。で、完全に止めてしまうと困ったことが起こります。それは川の水が入ってこなくなると、湯船の温度は、40数度では、ダメになってくるんですよね。逃げてしまうわけです、人間は。それで、お風呂にはならないんでですね、仮に、源泉100かけ流し 100%、 100% というふうに言う限りはですね、やっぱり40数度ぐらいのお湯を出してやらないとあかんということになるわけですね。まあ、ですから、そういう自然の、状態で起こっている混合メカニズムを、この割れ目のところで再現してやったらですね、それだけで済む話だということになりますが、そこまでやる必要があるのかどうかということ自体がですね、ちょっと、疑問ですけれども、63度の温度をですね、の源泉を43度というふうにかけ流し43度というのはですね、どうも無理があるような気がします。はい。例えば、そこの、47号線ですね、ずっと、行くと中山大温泉というのがあります。で、そこに、新トロの湯というですね、すごい安い公衆浴場がありますけども、そこの、山の風呂場から見るとすごいトイレがですね、あちこち走り回ってます。で、それは何でかというと、100度のお湯をですね、40数度まで落とすための冷却装置なわけです。で、気温が変わると、水路の経路を変えてですね、要するに走る長さを変えて、気温を下げるような、まあ、そういう努力をされてて、それこそ源泉 100% かけ流しでやってるわけですけども、まあ、そういう、メカニズム、あるいは、三之条さんだと、一旦パイプでですね、水の中を落として、また戻しているということですね、やっています。まあ、そのことで、やることによってですね、温泉の、メカニズム、をきちっと理解した上で工事をすればですね、何ら問題がないということであります。まあ、それで河川改修をきちっとやって、
やっぱり景観をですね、意識したと景観の整備と河川改修、それから、というのをですね、ぜひ実現してもらいたいというふうに思っています。ありがとうございました。柴田先生、また大熊先生、このセッションで男女らなくても川の治水は可能だということをですね、立証していきたいんですけれども、ぜひ川口先生のこのプレゼン、また瀬野さんのプレゼンに対しての、コメントなどをいただきたいと思うんですが、ぜひちょっとご登壇いただきたいと思うんですけど、お願いします。先生、大熊先生、よろしいですか。でっかい水が来ると、パラッて、これが壊されて、
日の川口先生の意見を踏まえて修正してるんですけれど、コンクリートの席がっちり作って、土砂が溜まって、でもコンクリートの席ですから払われない。でその上にこういう形で床止め打って上の仮床ができて、で結局仮床がどん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 溜まってしまって、でそのために最近あの洪水だって騒いでる。で要するにこれはこの席が問題なんですから、以前同じように一回コンクリートの席取っ払って、土砂取っ払って昔の仮床を取り戻せばいいんだということが私たちが主張している治水案です。で要するにこういうものをちょっとイラストが派手ですけど、川底を取り戻し、そして周辺のこういうところも川、今までは 川にお尻を向けているような感じなので、表に向けてこの清流がしっかりと楽しめるようにするということが私たちの主張ということでよろしいですね。川口先生よろしいですね。はい、ということです。で、まあ、これに対してあの先生方のご意見をいただきたいと思います。もう一つ最初の、はい、
本当に反映させていくのかどうなのか、技術論じゃないですね。これはダムを作りたいからできないというのが県で、できるじゃないかというのが批判側です。もう技術を超えた、やろうとすれば単にどちらを取るかだけだと思います。で、私はそれを今は県が決めようとしてますけども、皆さん方がこうしてほしいんだということを皆さん方で話し合って地元の意見で決めていただきたいなというのが私のコメントです。ちょっと疑問に思ったのは、そのみんなが昔やってたと、で確かに大変な労力を使って工事のたびに流れてそれを作るのにまた、1週間ぐらいはかかって材料を集めてこなきゃならない。昔はですね、流れる材料を紐で縛っておいてもう一度回収して作るって言ったようなことも、他の地域でこんなような席で流れるたびに材木がなくなるからその材木を綱で結んでおいて回収するっていう方法も取っていました、まあ、ともかく席が流れるのは大変だったということは事実です。だけどもここでみんなでやるっていうことはそれなりの部落全体で、共同的なことだったんで、その三之町さんだとか阿部旅館だけの問題じゃなかったんだろうっていうことが一つあるんですね。で、まあ、それで、まあ、面倒だったから流れないものにしてくれっていう要請要望っていうのはあっただろうと思いますし、それでそういう形にした。ただ当然過小が上がるのは分かってるんだから、天灯石に、今天灯石っていくらでもありますし昔からあるんですけど、天灯石になぜしなかったのかと、で洪水が来たらパタンと倒れて流れてまた普段の時は上がる。今でもそれに作り変えれば全然問題ないんですよ。天灯石にするっていう方法もあるんですね。まあごめんなさい、技術論に戻っていっちゃってね、まあそういうところで町づくりの川づくりとどう天灯石にするかあるいはしないかってことも含めてやられていいのかなと思いました。先生昨日のプレゼンでこの席を取ったら流化能力このぐらいだっていうことをお示しいただいたんですけど、ちょっとご説明いただけませんか。島田先生がもう一度ちゃんと計算してくれるということで、まあ、これは120トン流れるという前提の上の計算式をそのまま広げ箇所を掘削したときに適用したらこうなるよっていう、それだけのことなんだけどね。だから箇所勾配だとか水面勾配だとか外ケースとかみんな同じ値を取ってて断面積だけ違うってだけなんだけど、まあ、これは後で島津さんがまたいろいろこれでいいんですけども、もうちょっと厳密にやる必要もありまして、もし県の持っている河川データを今、両公開請求中でまもなく来ますので、それに基づいて、これ、不当流計算という、その断面だけじゃなくて、こう通して計算する、流化能力を計算する方法があるわけですね。それで具体的に計算をしていきたいと思います。で、まあ、おそらく、そのおっしゃったようにですね、箇所を掘削するだけで340トン。モナミガダムなしのですね、流量を流すようになれると思います。一応それを確認していきたいと思っております。で、先ほどの話でちょっと安倍旅館だけの問題なんていうとですね、岩場だけの問題なんですよね。だから安倍旅館は今一度倒産して、今その後を引き継いだ方まで営業再開とわからない状況ですよね。しないですか。となると一体もうその岩場の安倍旅館の岩場の対策ということ自身もですね。マニュアルだというそういう疑問を感じてしまうんですね。ですから今安倍旅館はあのまま朽ちていくを待つのか、あれを全部取っ払ってその温泉だけ生かして何か住民の皆さんのお使いになるのか、これはやっぱり手を入れていかない限りということもある。あとは三之城さんですとか周辺の旅館の皆さん、やっぱりこれからの時代に対応できる温泉街なのか、要するに今までのようにですね、大量にバスでお客さんが来るという時代から個人客のお客さんにこう変わってるわけですね、社会の市場が。なのでそういう皆さんおっしゃってるのはダウンサイジング、
をして、未来にちゃんとこうマッチした旅館街に、旅館業に生まれ変わらせてたいという気持ちがやっぱりお一人お一人聞いていくと、そういうふうなことをおっしゃるんですよ。あ、すみません。遠藤さん先ほど言われて、三之丞さんの話を聞くと、もう既にこう岩本の付き添いじゃなくて、もう一度ステップバックしてですね、もっとそのあり方を変えていこうという、そういう旅館経営者というのはそういう意向を持っているわけですから、なんかこの岩本対策に対何かするっていうんじゃなくて、もっと旅館をこうリニアするためのですね、そういうふうにこう僕は全部どこで考え直すってことが必要だと思うんですよね。そこで、例えばですね、他の旅館、例えば銀座温泉もパワーを挟んで両側に立ってる。で、いろんなことをやってるわけですけども、他の温泉旅館もそうです。他の温泉街、昨日紹介した玉造温泉もそうなんですけども、きちっと温泉組合があって、温泉旅館組合があって、そこでみんなで合意して、その温泉の街をどうするか、温泉をどうするかということを決めてですね、進めているわけです。ところが、そこの場合にはですね、残念ながら、温泉組合、温泉旅館組合が解散してしまったわけですね。で、それでその全体的な話が進められなかった、今まで県が介入してきて、ぐちゃぐちゃっと手を突っ込んでですね、ぐにゃぐにゃっとしたという、そういうですね、なんか何ていうか、ここの、歴史的な悲劇というものがですね、実はあるんだろうと私は思ってます。ですから、もうきちっとですね、温泉組合、温泉旅館組合があってですね、そこでどうするかということを話し合って、例えば他のところでは全部ところ多いんですね。ここのように過去温泉宿ごとに
源泉が違うっていうのは珍しいよね。山形県です。これ温泉協会の方が教えてくださったのは、赤倉温泉っていうのは蔵王温泉、この蔵王温泉と赤倉温泉はそれぞれの旅館が温泉を持っている、それだけ豊富なんですね。で他の温泉街は全て集中管理されています。まあ、持続可能な温泉街を維持するためには集中管理をしようというのが基本的に流れとしてあります。で、赤倉温泉は温泉が豊富すぎたためにそれをやらずして今いるんですね。で、集中管理すればどこで営業が起きてもですね、それをみんなでカバーし合えばいいわけですから、全然どにでもどんなことでもできるわけです。で、まあ、以前は集中管理して村のその一軒一軒に温泉行こうかって話があるぐらい、ここはめちゃくちゃ温泉の豊富なところですよ。だから一箇所でなんか過小物資だけで影響がもしあったとしても融通してくればいい話ですから、そういうことも県はずっと伏せてきました。まあ源泉がそれぞれの宿で違うんだよ、これは一つの売りになると思うんですね。これは大変いい売り、ただやっぱり温泉組合として統一していくために何かあったら対応するっていうのはやっぱりその温泉宿さんたちで連携するべきだと思うよね。そうですね、はい、まあ、分かりました。ちょっと川に移させていただきますと、これが川の柔軟図です。で、これ見て先生方からのコメントをいただきたいと思うんですけれど、もうコメント以前の問題なんですよ。誰が考えてもこれは分かると。先ほど大森先生が言う席についてはちょっと私異論がありましてね、これは水だけの場合にはおっしゃる通りできるんです。土砂が多いもんですから、一旦倒れたらまたその間に上がらなかったり、それから土砂が出てきますから、そういうことも考えてちょっとやる必要はあります。そもそも席は温泉のために水をあげるためにはあるわけですから、その温泉の方をきちっと別の対処をすればですね、そもそも席自体がいらなくなるということなわけですよ、はい、結果としてそういうことで、まあ、ダムはいいかということになってきてるわけですから、これは逆に席を作った方にしたら責任感じてしまうわけですよね。だから そういうことを言い出したら仲間の中で揉めますから、私はこれはちょっともう別に考えて、責任を問うんじゃなく技術論としてはどちらでもできますと。何かで県が言うようにその候補が取れないんだということはありえない、うん、これは河川工学的には言えるんじゃないでしょうか。すいません、県から言われてるのは私たちがこの席だと言ってるのは席じゃない、まあ、そんなね、名称なんてどうでもいいんですよ、名称の問題ではなくて、要するに席じゃないって なんで言ってるかっていうと、先生ちょっとこういうふうに私たちから見ると土砂がどんどん溜まってこの川底が上がってるのが明らかに、まあ先生方はいつも言うと、ああ川底上がってんねって言うんですけど、いや、まあ、これこの状態ですね。こういうのはね、もっと専門用語的に言うと、はい、落差溝って言います。落差溝、はい、工学的にはね、河川工学としては石とも言いませんし、だけどその石と言ったからとかそういうのは私は名称はね、分かればいいだけのことですから、私はダメージ、目的を、これを作った目的は湯量のために作ったわけですから、はい、そしたらこれはなしでいけるというのは当時の技術としてはその温泉の下がって漏れてるのをやるのは難しかったと思うんですよ。ですからああいう席であげたけども、今でしたら技術的にはどれでも可能ですから、選択肢として決めるときにそれを考慮に入れる必要はないというのが私の意見です。今赤倉温泉内の仮称はこういう状態です。この状態、県はこれはそもそもの川底だと主張しているんです。それについてはどういうふうにどうでしょうか。それはこれはね、
堰がなければ流速が大きくなりますから箇所が変わっていきます。どん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 変わっていきます。どんどん下がっていきます。どんどん下がっていく、はいはい、ただこれを単に下げるだけでしたらこの土砂が行った時に下流の方でどっかで溜まりますからね、うん、そこは起こりますよ。なるほど。そこで水害ができたとということはもしこれを取るんでしたらやっぱり掘削してこの土砂を修正する、はい、持っていかないと下流に迷惑をかけるということになるからそれは考える必要がありますけれども県が言うような理由でこれができないというようなことはありえません。で、半額的にも、これは前にもそうなんですけど、ダムを有利にするために、他の方法を非常に高く見積もったり、恣意的にやってるのは、これはもう全国共通のことですから、それに惑わされずに、川というのは本当に、地域に密着したものですから、この地域のとって何がいいのか、これ、難問題というのは逆に言えば、この地域にとって非常にラッキーな話ですよ。これを利用してやるということでもありますので、未来につながる形で検討していただいて、河川工学的には、どの方法でもできる。技術論としては何ら問題がなかったら。この写真、この写真というかですね、これは県が、出している、報告書の中の図ですけども、要するに、明らかにここを境にして、1メートル数十センチ溜まっているのは明らかです。ですから、これを、取っ払えばですね、じゃあこの上の砂利どうするかというとですね、一回洪水、何回か洪水が来ればですね、自然に、そこはちょっとやっぱり今置いといて下流が下流の土砂の状況がどうなのか、そうで過小点か気味であれば、うん、今ボリューム測ってそれぐらいなら下流が引いててもいいとか そのチェックが必要です。そうやっぱり川にとって砂利が流れてくることは大事ですからね。だからそれはよく考えてやった、試作した方がいいか流した方がいいか。川の生態からすればですね、本来、洪水があるごとに歩行に、を通過していってですね、別のところに溜まるっていうのが本来の姿なわけですね。ですからここでトラップされている、溜まっているということはですね、どこかで阻害が生じているはずなんですよね。不足部分が生じているはずで、それが、その間にそれが状態となって常の状態になってですね、この数十年間の間にそこに人が入り込んできたらそれはまずいことになるということですけども、もし自然の状態であるならば一気にやるというのはどうなのかもしれませんが、もともとの自然の川の流れに戻してやることは人間が痕跡を取っ払うことでかなり可能なのかなという感じがしますけどね。ちょっと今のこの話ですけど、これはこの7年の経過を経てですね、今のその場所は維持されてそこでも床だめしてしまってますという、それで平行状態になっちゃってるんですよね。最近のロシアも借りに行ってしまっているというそういう状態だと思うんですよ。だからこれで取っ払ってどうなって話ではない中にまでするんですよね。それからもう一つこれは過小がどれくらい溜まっているかとか電気端子のデータを県から取り寄せれば分かるわけですね。どうですか、これからそのさっきも不当流計算がやるにあたってですね、今の稼働段前のデータは手に入るんですけども、そこから土砂をどれくらい取ることができるか、それを具体的に出したいんですけども、それは電気探査のデータを公開請求すれば出てくるんですよね。会社の知らせないから分かると思います。ちょっと意図的にねおかしい線を引いた、分かりました。それちょっと請求の仕方を教えていただければ請求しますので、ぜひお願いして横流しすると、はい、時間が松尾さんどうぞ。足の膝から下ぐらいしか見せない。
ないようなところなんですが、昔はこの大人の肩ぐらいまでの深さがやはりあって、で体のところからどん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 深くなっていって、そこで泳いでいて潜って下の方に潜っていくと蛇がいたり、アリがいたり、あとはこの土砂の堆積がどういうふうになって